なんだったらこう丸く加工したのをこう丸く置いてあるとか、あの軽くなったら、じゃあ本当にプラモデルと同じ、あの加工はないんですけど、そうそうですね、プラモデルの模板と感じで、そうです、ね、はい、いや本当にね、細かいところありますはい、ね、ご来場の皆様にお呼び出しを申し上げます。5歳の山口翔吾くんのお父様、お母様、山口翔吾くんのお父様、お母様、お子様がお待ちです。お待ちください。これね、今日ね、実はあの、買い、なんていうか、ちょっと販売をしているんですけど、これ、上にね、ちょっと在来中、このローメンマンと結構カラフルないんですけど、去年売りたいって言ったら、今、アイちゃんも、構わないです。ただ、この木だと先輩ですよ。はい、それは適当面加工かなんかしなきゃいけないんですけど、一応、あの、大丈夫だと思うんだけど、手放しはないようにはした、これすごいですね、角度もちゃんと手前に落ちるようになってます。そうですこういう感じで1本ずつでみんな作って、すごいですねこれサイズが違うあれで 0.5 本ぐらいの差で やってるんですけれども、これってここに穴が開いて、穴じゃなくてこう拭いてあるっていうのかな、こういう形でそれ組み込むっていうのかな、すごい、こういう感じなんですね。はい、あの要はこの棒の長さがそれぞれありまして、これもこうなってるのでこの丸棒を入れてる、丸じゃないですけど、この辺からかな、まだ組むだけなの、まだなんか色を塗ったらどうなっちゃうんだろう。うん、だから筆付きで僕の中でもやっぱり色を塗られるのができちゃうと思うし、色を塗ったら、ご来場の皆様にお呼び出しを申し上げます。5歳になります山口翔吾くんを本部でお預かりしております。保護者の方は北館本部までお越しください。続けてお呼び出しを申し上げます。山田千尋さん、お父様がお待ちです。会場入り口までお越しください。会場内大変混雑しております。お連れ様とはぐれてしまうことがございませんよう、どうぞお気をつけくださいませ。引き続き静岡コミッションをごゆっくりとお楽しみください。すごいね、木だよ、これ全部木。気をつけ、入らないな。6万。お、いいね、これ。
書きもかなり作り直したから、お分かりにならなかったかもしれません。ありがとうございます。本日も動画のご視聴最後までありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただけるととても嬉しいです。どうぞお願いいたします。次にこちらの方におすすめ動画、関連動画もご用意しておりますので、合わせてご視聴お願いいたします。それでは皆さん、次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。